はい、おはようございます。5時半ですね。これからご飯作んなきゃね。これがあるんだな。これどうするか問題だよね、これね。これは昨日焼いたんで、今日は煮つけちゃうか。魚はね、どうするかってはいろいろ問題がありますよね。魚はどうするべってね。ちょっと生臭い香りがするなぁ。まあいいか。なんとかなるでござろう。これただですね、ゆで卵みたいなね。やっぱ、これはサラダでしょ。チーズがあるし。おでんみたいなのも好きだよね。でも今日はちょっと忙しいから、ちょっとと行きましょう。これが昨日、サワラを、味噌に、つけましたから、これと魚をねちょっと一緒にやっつけますか。あとはなんだっけ、面倒っちゃ面倒ですかね。あ、これもう食えないよ、これ。カラを塩漬けしたやつだね、これね。これが生臭いんだ。これ捨てちゃおう。あとはなんだっけ、手羽先。冷蔵庫の中をさ、片付けていくのも大変だよね。豆腐あるね。今日は何しようかな、味噌汁、豆腐でいっか。これで、手羽先の醤油漬けがあるんでね、これも一緒にやりましょう。おしぞ。はい、やっぱ。ちょっといろいろと残ってるから、この辺は食っちゃえばいいね。まゆちゃんにあげればいいか。まゆちゃんのご飯、はい、よっか。よし、味噌汁も飲んでしまうか。これちょっともうダメだね。これもうダメなんで、流しちゃおう。ちょっとすごい腐ってきてる。まだらなんだけどね。これもしょうがないよね。つけて焼こうと思ったんだけど、ちょっと温まってなかったんでね。よし。今日はちょっと朝から打ち合わせ行かなきゃいけないですね。頑張るぞ。初めてお客さんとこ行くんですけど、初めてのことですね。なんとかいい仕事になればいいですが。そんなもん楽しいもん。これねすっごく生臭いんですよ。だからこれはもう、どんな流しても無理なんで、新聞に来るんでね。来るんですよ。これじいちゃんのご飯ね。こんな感じですね。よいしょ。よし。こちらね。これをこう2枚に焼きたいな。古い新聞紙があるからね、こういうのに入れちゃいましょう。しかし、大変じゃのう。こうやってね、しまっとけば、もう捨てちゃえばいいですね。捨てちゃおうです。ポイポイ。それで、生にしんの煮付けが一番先頭かな。ずっと煮てなきゃいけないからね。どうしようか。足りるかな。場所足りるかな。まあいいや、雪だけやろう。
これがねちょうどいいですね。こう半分切ってちょうど入るぐらいでねいいかと思います。生ニシンいってみましょう。白子がねたっぷり入ってるからこれは美味しいと思うよ。でまずは酒を入れて酒と砂糖をドンと沸騰させますね。このぐらいかね。生ニシンって初めてかもしれないから見つけるのね。よいしょ。砂糖をたっぷり入れて、砂糖入れるのはさ、あのなんていうの、味強くするためだからね。ほんでちょっとだし入れて、だし入れて煮立ったところで放り込め、おう、煮立ったところで醤油入れね、ちょっと濃い口にしましょうか。どっちにしてもこれいっぱいあの水を入れてこうずっと煮ますのでね、まずか。ね、ちょっと。生ニシンってこんな風にしていいもんかね。ちょっと生姜入れてやろうか。こすっちゃうとね、ちょっとあの私がちっちゃうんで、こうちょっと強めにしてね、入れてあげて、もういいね、よし、このまんま、強めに入れてみましょう。これね。ほとんどなくなるとこまで煮ると思います。水がね、なくなるとこまで煮てあげよう。はい、やっぱ早くこれ切れちゃうか。はい、これでね、いきたいと思います。さてさて、じゃあまずはまゆちゃんのご飯だね。あー、なんか眠くてもう目が気に開かないぐらい。まゆちゃんのご飯を作って、肉をしていかないとな。まるちゃんのご飯を作って魚焼いてだな。魚を盛り上げて、まあ何よりも魚焼くのがね一番大事ですね。魚が焼ければちょっと昨日ね焼いたやつありますね。ここね、ニシン、生ニシンの、残ったやつは後で取り入れてやりますからね。そうすると大丈夫。あ、前に食べさせようか。前にやるよ。前はちょっと魚が三昧だね。魚天国なんじゃこれ。これはです、あの手羽先のね醤油漬けね。これはこっち側からこういきますかね。昨日は生で、こっち側でいいか、奥でいいか、奥にしようか。
ね、奥に並べていきましょう。やってね。で、これが、鮭ですね。鮭、美味しい鮭です。美味しい鮭を麹漬けにしてあるんで、これをこうやってね。これはちょっと面倒くせえからどうしようかな。鮭は1匹でいいかな。2匹いきますか。すっごい高い鮭だったんでね。高い鮭でした。これ2個いきましょうかね。で、ちょっとこれ、この麹の粒がの残ってると、あの、なんだっけ、焦げるんで、これ洗った方がいいです。はい、洗いましょう。よちょっとあっち側が、ガタガタしますね。はい、じゃあ弱火でずっといけばいいですね。水なくなるくらいまでやりますね、大体。そっちもうまいよ。やっぱどうしよう。これだね。これがこれは味噌漬けですね。なんだっけ、なんだかの味噌漬けなんだかの味噌漬けってことはねえだろう。ちょっとこれはね、骨も焼いちゃいますから。これはサワラですね。サワラはね、ちょっと味噌につけた方がいいと思うよ。すぐに生が生きてますからね。 OK だね。はい、 OK。 じゃあまずこれを焼きに入れますか。焼きに入れますか。5分とね、大体15分でいいでしょうね。よいしょ。じいちゃんのご飯食べさせてもらえなぁ、忘れてた。頑張ろう。朝からね、じいちゃんのご飯終わってから出かけないといけないね。どうしたら8時半に出るの。こんな風になると飲むのがなかったからな。もうちょっと別に実際余裕が見ればいいんだね。よし、頑張るぞ。はい、まえちゃんのご飯からいきますか。まえちゃんのご飯、これもあるし、それからこれ大きいね、さっき。これまえちゃんのご飯にもね、これがあれば十分。よし。で、まえのご飯と味噌汁作ったら寝るか。目開かないぐらい眠い。でもなぁ、じいちゃんのご飯やらないしなぁ。仕事との両立は大変かのう。つうか、今までずっと仕事してたんだよ。なんて言ったらいいか。メール書いたり。早く。食べて。白菜とかさ、こういう野菜が家にいるのかっていうふうな感じはするんだろうけど、炭水化物よりは必要だよ。こういう草花のさ、植物の細胞の中にはものすごい数の生命が入ってるわけでしょ。細胞が入ってるわけでしょ。それを大事にしながら食べていきますよね。もうこれでもういっぱいだ。これも入れて。食わねえかな。ちょっと多いね。葉っぱが多いね。青いとこ多いから、これでちょっと捨てておきましょうか。ね。入れて。まゆちゃんのご飯。やっぱ、昨日の夜作ったのはいい。これ鮭ね。鮭を入れてみましょう。余っちゃったからね。それで、これがずっと肉でしょ。
これ牛肉とピーマンだ、美味しいんだよこれ。うめんだよ、うめんだよ。ワンちゃんにはもったいないぐらいね。これだとちょっとまだ足りないからね、玉ねぎとかが入らないように気をつけながらいろいろと用意しましょう。こんなこと入れちゃっていいね。これ味噌汁だね。これネギちゃん。ネギ入れてませんからね。味噌汁 OK だね。それであとは何ですか。もういいか。ちょっとこれも入れてやろうかね。それも唐揚げがね、ちょっとあるから。あんまりの誰に作るときも料理が始めるね。うん、こんなんでいいかな。はい、これお水見つけちゃいましょう。はい、じゃあこれ見ましょう。うまやちゃんはね、こちらが今ね、ガラガラガラって言うんだよね。もうちょい中火ぐらいでいいかね。この辺からもう落とし蓋はいいね。このままもう煮飛ばしていきましょう。落とし蓋あるとちょっと煮飛ばす時間がかかりますからね。ちょっとこれの味もね、見ておきましょう。うん、いいんじゃねえかな。このまま少なくなっていけばちょうどいいよ。お湯がね、少なくなると味が変わっていきますからね。それを大事にしましょう。これね、まゆちゃんのご飯もね。おお、なかなかうまいじゃん。うん、これならよくて。犬に食わせるって言ったってさ、美味しいもの食わしてないんだけど、かわいそうでしょ。美味しいか美味しくないかはもうしょうがないんだけど、味見だよ、味見。味見しなきゃダメよ、味見。ね。料理で一番大事なのって何かですか？味見ですからね。味見しなきゃダメだよ。まあね。いろいろ面倒ですけどね。これはサワラっていうか、ウリの方ですね。ウリをちょっと。ぶり味噌焼きだからね、これ骨全部の方を焼いてるの、骨の方ね。ちょっとこれな、ぶりここすりゃよかったな。これひっくり返すの大変だね、ぶりね。まあいい、このままいこう。はい、じゃあ次行こうか。1、2、3、4、5分で OK ですね。これも煮えてますから、味噌汁いこうぜ。やっぱで、ここにお古い味噌汁、昨日の夜の味噌汁がありますからね。これは、玉ねぎたっぷり、長ねぎたっぷりやってるから、ちょっとマイちゃんにはやれないっていうね。まあ、やっぱ、まあ、気をつけてもね、しょうがない。しょうがなく失敗することもあるけど、頑張ろう。人生はそんなもん。これが煮えてきましたね、これがね。よく煮えたらもうこれは結構ですんで、やっぱりあんまりめちゃくちゃ煮るとよろしくないですよね。味がっていうか中の
タンパク質の変質が多すぎるとまずくなる。あんまガタガタにいくとまずくなるね。うん、これでいいような気がするな。相当うまいぞ。おめえも食うか。はい。何しようかね。大根しよう。大根を水から煮るんで、これじゃまずい。何していいか分からないときはキャベツか大根の味噌汁ね。キャベツも大根も味噌汁にするときには水から煮ます。僕はね、好きな人はまあ何でもいいけど、お湯から煮ないね。なんでだろう。刃物とか何かはすぐ煮えちゃうから、つまり組織がしっかりしてて、それで中に水がいっぱい入ってるようなものは水から煮た方がいいんだよね。そう、中までゆっくり温度が入っていきながら組織が開いていくから、それによって美味しくなるわけですね。美味しくっていうか、細胞の中の生命があまり熱にやられないで、食事の形になってくれるわけですよね。それが大事ですよね。で、できるだけこれも小さく切ってやると一番いいはずですよね。ゆっくり加熱するから、その代わりこれ沸騰させないっていうのが大事ですよね。大根でもさ、食べた時にさ、柔らかすぎてなんじゃこれっていうのがあるけど、そんな風にならないように作るのが大事だよね。これでもうずっと入っていくんだから、まあ組織をどう切るかってまた別な問題なんでね。今2つ別な切り方にしちゃうね。いいでしょうね。ここに入れてあげて、このね、大根ね、自ら大根巻き。こちらがちょっと焦げてるものですよね。味噌の方が焦げてるね。これサワラですね。サワラだかなんかブリっぽいやつね。これは鮭っぽいやつね。鮭ね。麹でこっちが味噌ね。はい、5分の中火か弱火でいきましょうかね、こっからはね。中火か弱火。ほうほう。ここには、だし入れなきゃならない。だし入れて、だし入れて、あと、薄揚げと、きのこがちょっと入ると美味しいかもね。はい、じゃあ、薄揚げときのこを入れて。必ず洗った方がいい。たまに腐ってるから。もうしばらく腐ってるんじゃないけどね。で、これね、キノコは何でもいいんですよね。真菌類が入ってるとさ、ちょっといいよね。
かなりえのきはもうものすごくえのきの主張するから、細かく切ってあげてね。はい、それでそのまま大根の間に入り込んでくれますから、これで見てあげましょう。 OK、OK、うん、OK、よいしょ。で、残り何するかね、ちょっとこれを戻しましょうか。大根はもうないな、これね。大根もない。これは明日のまゆちゃんのご飯に入れてあげましょう。あとはね、豚肉があるんで、これソテーしてあげましょうかね。それで腸はちょうどいいんじゃないのかな。できるだけなんていうの、魚を焼く、お肉を焼く、なんか煮付けするなら焼くと。これで三拍子揃うとだいたい昼まで食って夜もまだ食えるぐらいですからね。まあ大事ですね。うん、いい感じの味だ。で、この豚の肉をどうやって焼いてくるのかな。昨日は何してたの。昨日は取ってきたのか。生姜焼きじゃないのかな。今日はどうしてくれますかね。ますか、どうしてくれますかな。どうしますかな。ちょっとここも片付けましょう。これはほら、磨き、ニシンですね。ニシンですから、ちょっと片付けながらね、いろいろと考えていきましょう。こんな捨てていいよ。マイクに入れればよかった。これも、うん、うまい。これは玉ねぎね。玉ねぎフライと、玉ねぎフライと、これの感じね。んで、ラップはできるだけ使いましょう。これまた今日の夜とかね、昼とか俺食うしよう。俺が食うんだよ。やっぱ、これは醤油で照り入れた方が美味しいかもね。この辺はまず、これはご飯だね。まあいいや。ご飯って足りたっけ。大丈夫かな。大丈夫かな。沸騰しないように、沸騰しないようにして、もういいかなって、この味噌入れて終わりね。ちょっと青っぽいもんないね。ほうれん草でも一切れ入れてやろうか、うん、どうしようか。そうしようか。もうちょいしょっぱっといいな。ね、ここにほうれん草あるんで、ちょっと切って。ちらっと入れようかなと思ったけどね。これ OK ですね。洗ってゾンポンと入れちゃう、ね、これで
お時間になります。毎日食うからな、味噌汁の中にこうやって入ってお浸しになってくれるとね、美味しいよ。ちょっと味が薄かったからもうちょっと味噌汁でしょ。大根は味するんだよね、それが一番大事なところですね。沸騰させておしまいと、沸騰しないとあの味噌が甘く入らないんでね、味がね。これお浸しでしょ、早い話が。うん、OKOK。 はい、いいですね。よくね、こっち側もね、ちょっとだけ返してあげましょうかね。白子がね、よく逃げたね。このまんまずっと行きましょうかね。おお、うめえうめえ。白子をね、見てやるとうまそうじゃろ。最高じゃよ。はい、じゃあこっちね。さっきがもう焼けてる。さっきも焼けたね。手羽先ももういいね、これね。もうみんないいね。もう味噌も、もうちょいかな。もうちょいパリッとしてもらった方がいいね。もう3分いこうか。中火でね、3分ね。ちょっと間空きましたけどね。はい、そしたら、豚肉の生姜焼きでもしますか。何入れる？ただこれだけでいいか。あんまり置いとくとしょうがないからね。ちょっとゆっくりと生姜で焼いて終わりにしましょう。でもこれちょっとあれだな、ごま油でやんないとダメだな。ごま油を入れます。どこで判断するんだろうな。やっぱここ油が少ないからね。油少ないのはダメよね。ダメよね。この油もあるね。気持ちいい油が欲しいのか。もう火を弱めてじっくり煮込みましょうか。広げて焼いてあげないとダメなんだね。平らにね、なるようにしていただくと平らに、いいね、平らにいきましょう。
で三つ目混ぜてば、おうまそうじゃの。これメンサーてば鮭、これでこういうです。でこれがサワラね。はい、三種類できましたね。さあこのゆっくりとできましたね。味が外に出てきましたよね。で煮汁が出てきてるから、さてさて、じゃあこれを砂糖に、砂糖に、ちょっと甘み出したいんでね、オイスターオイル、オイスターソースを少しコクを出したいね。で、味わいをつけましょうね。で、よく醤油が味が入る場所を、じっくり醤油が味入らないと美味しくないからね。それでこういう赤いところも一緒にこれね、熱が入ってきますから、熱入れ、熱入れ、熱入れ、それで最後にこれね、生姜を OK に、全部生姜が入りました。でちょっと旨味がそこにへばりついてますから、日本酒でねちょっと持ち上げてみましょうね。そう、生姜に熱が入りながらね、肉とつながってきますよね。残り入ればよかったね。青いのをちょっと入れて、青菜はそもそも生で食える生き物だからね。はい、オッケーです。なんか色が入るね。綺麗になるよね。まあ、そんなに一生懸命でなくていいですから、なんか青っぽいもあるようだったら入れてあげましょう。よし。じいちゃんのご飯どうすっかな。これからじいちゃんのご飯作り出しますか。じいちゃんの朝ごはんをね、ちょっと作ってありますか。あんまりいっぱいはいらないね。もう本当に食欲ないからね、ちょっとだけね、こういうのあると美味しいからね。これはじいちゃんのご飯だよね。生姜焼きが入ります。生姜焼きが入ります。であとはヨーグルトとフライドポーネ、でご飯を持ってヨーグルトとキャベツだな、ヨーグルトとキャベツ、味噌汁、さてさてやっていきますか。ご飯ね、ご飯は多分少しでいいんだろうな。こんなでいいと思うな。そんなには食えんと思うからね。ご飯とご飯とこれ残りね、ご飯がある。
最高だね。よいしょ。このぐらいに鮭持ってあげよう。うまそうじゃろ。これはそのままね。はい、違う、もうちょっと見た方がいいね。もうそろそろ随分良くなって、なくなってきましたね。こんなでいいかな。味見てね、ちょうどいい味の時に終わらせればいいからね。うん、濃さもちょうどいいかも。そしたらここに岩田岩尾くんがいるんで、岩田岩尾くんがプレゼント。みんなね、こうちゃんと浸ってるぐらいまで。うまそうじゃろ。はい、それでこれで OK。 こっちを手にしましょう。ここにじいちゃんのご飯ですね。味噌汁を持ってやるしょ。これしょ、これしょ、これしょ。梅干しかな。ちょっと出してこなきゃいけないんだよね。梅干しね、この辺のしょっぱいところをね、こう取ってあげて。梅エキス午後。はい、あとは味噌汁にヨーグルト。やっぱりね、脊椎の圧迫骨折ってのは大変だよ。あれ俺も初めて見たけどさ、実物俺もああなるんだよな。こう弱ったね。まあ弱ることはねえよな。はい、これで OK だね。おしめ変えたらいろいろしなきゃいけないからさ、大変なので、よいしょ。じゃあこれじいちゃんのパンということで、味噌汁を入れて持ってってあげますか。この青いところがね、いいよね。そんなには食えないんですよ、味噌汁なんかもね。でもやっぱり青いところがね、あるといいですね。はい、じゃあじいちゃんのご飯はこんなところ。よいしょ。で、まゆちゃんのご飯はこれじゃあじいちゃんのご飯を持っていくか。ちょっと早いのな。まあいいよ、おきれいっつって起こして、これをね、持っていってあげましょう。はい、ということで、皆さんも美味しい朝ごはん食べて元気に今日一日過ごしましょう。じゃあね。